はい猫も私も命大事に、私たち自身も心も体も健康で、命を大事に生きていかなきゃいけないなっていうのは感じますね中川さん、先ほどあの命大事にとおっしゃっていましたが、今朝あの芸能界では非常に悲しいニュースが入ってきました、一言、コメントいただけますでしょうかはい信じられない思い出いっぱいですね。あの 中野区に住んでいらっしゃったので小さい頃によく本屋さんだったりとかいろんなところで見かけたことがあったので勝手に身近な親しみを持って見ていたので信じられない思いでいい思ででっぱいですとにかく今世の中がねいろいろ大変な中みんな心が紙一重の中戦ってると思うんですけれどもでもどうか命は何よりも大切に してほしいししていきたいと思いますご冥福を祈りいたします上島さんとは面識とか何か思い出とかありますかそんなに共演はさせていただいたことは多分あまりないんですけれどもでも勝手にこう子供の頃からテレビで見ています大好きでした、はい、ありがとうございましたありがとうございました ドラクエの作戦で命大事にってあるんですけれどもこれ本当にいつもこの作戦でいたいなって思います猫たちはやっぱり毎日一生懸命無償で愛を伝えてくれますだけど痛いいいとととかか苦しいとかそういうことが言えませんだからこそ私たちがちゃんと見極めてあげることを見守ってそして愛の恩返しをするためにも私たち自身も心も体も健康で命を大事に生きていかなきゃいけないなっていうのは感じますね。 うん、猫たちのように生きることしか考えない前を向くそんな猫たちのように強くななりたいいと思いますそして猫に恩返しできるように健康だからこそ働けるので、はい、あのちゃんと寝て猫たちと一緒に寝てそしてストレスをためないようにちゃんと食べて寝て、はい、そして猫たちを可愛がって恩返ししましょう。